ーズ。テッサンでしょ。女いる？あ、緊張しますよ。え、緊張してるのまさか。緊張しますよ。この買い方は。タケさんがどんな顔をしてくれるのか、そこを頑張って逃さずに取れればいいなと思って。6年とかじゃない？6年越しのカメラマン。今言おうとしてなんと、誰も、まあ、楽しんでくれれば。俺らも、はい、車の、なんかこれちょっとよく一回も現像したことないから信用ならんすけど。もう入ってる？入ってます、入ってます。これは、カラーだけど、白黒。ポラのビッグがあったんで、ポラも取れる。あ、さすがに。ポラビッグしかない。A3 か A1 ぐらいも多分こいつはいけるから、1眼ぐらいの、ああ、綺麗さ。スペックがある。おい、サイズの。iPhone でもめっちゃ撮りますし。シャギル君に、今日は、あの、映るんですみたいなカメラと、携帯と、デジカメで、映そうって、映れたら、大丈夫だから。頑張る。頑張るしかない。じゃあ何、龍カレンダーは全編撮るの？これここ、すごい、すごいことだ。あ、いいじゃない、でもこれ使うじゃん、めっちゃ撮ってるじゃないですか、ちゃんと撮ってるじゃないですか、すげーちゃんと。撮れてると、あ、めっちゃいい感じ。これとかもですね、難しい、多分ねえ、なんか楽しいっす、めっちゃいいね。え、こうやって撮るの初めて？初めてですよ、はい、人撮るって難しいよね。いや、マジ難しいっすよ。So deep in the night, and we were willing to fight for the right to be king. I know that we believe that we can rule the world. Yeah, 見えた。
がいいですよね。すごいじゃん。よいしょ。やっぱね、頑張ってね、乗っていきたいだね。あ、重いね。そこのライトセーブ。せっかくだから、センフルより、そこの中、ライトセーバー欲しいですか？ライトセーバー赤黄色。赤黄色ライトセーバーある。あ、この黄色と、さあ、オレンジってお借りしてもいいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、記念にって言ったんですか？記念にって言ったもん。テイクって書いてあるけど、テイクイッって書いてあるから、うん、だけじゃん、はい、なんかね、そこだけ、はい、これをどこだっけ、よりあ、情熱大陸の博士さんの結構クリアにしてる。あ、いいじゃん、うん、てか雲もいいじゃん。してない、何も言わないから大丈夫。何それ？あ、あ、雨だと、アイサに逆にして地面とかで撮ると反射とかで、はい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 とかで撮りたいな。へえー、すごっ。一回いつまでも取れるからな。すげえな、取れてる。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きお願いします。帰りながらですね。見た見た、プロの仕事してて。そう、さすが。いや、そう、さすがっすよ。ザオス。もうこれもっかっこいいっしょ。めちゃくちゃいい。実はここの壁に毛虫いたの。マジ？一切見せなかったよ。一切見せなかった。最初の1時間ぐらいは、はい、上地さんが観光客にしか見えなかった。そうですね。2時間目ぐらいから、それが逆に天才に見える。なるほど。加藤さんレベル高いじゃないですか。そうですね。求めるもののレベルはもう。求めるものと、彼の発揮する能力っていうのはもう、桁が違うじゃないですか。あ、そうですね。相当な技量を持ってる人じゃないと、彼のね、表現したいものは取れないです。超緊張しました。
2日目です。メイドカフェ、佐藤健はメイドカフェに行ったことがないだろうっていう。おはようございます。よろしくお願いします。ハナさん、ハナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この方は初めて、初めてメイドカフェですか。はい、今日あの写真も撮りつつ、あの社会勉強、社会勉強もう始まってるじゃん今日。難しいよ、今日もプロの動きなんやろ。天才の、天才の天才な感じ今日。めちゃくちゃかっこいいじゃん。絶って書いてあるよ。絶って書いてある。絶って書いてある。絶対って。絶って書いてある。絶。メイドカフェだからってテンション上がってるんだって思ってるんだよ。思いますが、メイドカフェでテンション上がってる。うん、まさに。え、上がらない？ホームだし。メイドカフェ。ご主人様がまだ猫ちゃんの魔法にかかっていないので、私たちの言葉がちょっと聞き取りづらいと思うんですね。私がいいよって言うまで、ちょっと目を閉じて待っててもらってもいいですか？ちょっと、覗いて当ててください。にゃんにゃーん、おきにゃんでーす。お目目開けてください。ご主人様はなんと、猫ちゃんの魔法にかかっていました。おやったー猫どうですか？さっきよりも聞こえるにゃん。おきにゃんでーす。おきにゃんでーす。目が輝いてるでしょ。上がりすぎた結果上がりすぎて逆に喋る人はいきます、うん、せーの、おいしくなーれー、もえもえキューン。待って、キューンでーす。もえもえキューンするので、キューンのうちにお召し上がりください。ありがとうございます。ありがとうございます。すごかったにゃーん。いいですか、取れ高。え、めっちゃいいと思うよ。いや、ほんとにね、マジでほんとに過去一優しい顔じゃない？お願いダーリン、見て聞いて、欲しいのは。おぉ、すげえ。猫にやろ、200円。で、足が出ました。あ、じゃあちょっとフィルムっぽい感じも、よし、はい、チーズ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。素敵な表情ですね。見たことないような表情だから。ダンス見てた時すごい顔してた。今日はね、できるだけ優しい顔を撮りたいので、うん、結構真面目な決め顔は1日目結構、うん、あったような気がしたので、うん、ラブライブの聖地でございます。あっちで撮り、あっちでも撮りたいな。あー、あっちでも撮りたいな。徹底的にラブライブと同じ画角で撮って、僕、マキちゃん推しなんで、マキちゃんが立ってたところに立ってた。でも、妙にここだけ角度とか立ち位置とかすげえ指示してくるなって思う。あ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、あ、そうそうそう。で、この体勢で、何か見ながら、この体勢で。スイッチだけでスイッチとか趣味が炸裂してるじゃないですか。
面白かったね。面白い。これやばい、これやばい。ここが一番興味取りたかった。本当に。一番ここを多分逃したらアウトだった。本当に面白かった。楽しかったです。解放された佐渡。佐渡の時極みです。朝かけてもらった魔法が切れました。ああ、ちょうどよかった。神木さんにとっては初めてのカメラマン、デビュー作なんですね。デビュー作です。だってずっとブロゲンの時から撮ったけど、写真集を撮りたいと思って見てもらいました。はい。本当にやっていただけると思います。で、お願いします。初めてでしたからね。デビュー作で佐藤健撮れるとやばいっすよ。半端ないっすよ。いやでもね、不安でしたけど撮れるかな。まあまあまあ、楽しみにしててくださいよ。大丈夫なの。もう多くは語ります、ね、では、お疲れ様でした。